はい、こんにちは、えー。今日はインスタグラムフォロワー様からメッセージでご質問いただいております。ご質問は、成田祐介氏の高齢者集団自決発言がニューヨークタイムズで取り上げられたことや、ネット番組を卒業することに対して三木屋先生の意見を聞かせてくださいということなんですけれど、まあ、この件ね、二つともね、僕的にはね、めちゃくちゃ残念ですね。 まずその高齢者集団自決発言、まあ、これがニューヨーク・タイムズで取り上げられたんですけどまあ僕らの前々から成田悠介ウォッチャーとして成田先生を見てる人間としてはですねまあ今更炎上したのって感じだし。 まあちょっと前に日本国内で炎上して、で、なおかつニューヨークタイムズにね、取り上げられちゃったんですよね。このニューヨークタイムズに取り上げられたのが、なんか裏の力が働いてるんじゃないかっていうふうにですね、言われてるんですけど、まあ、正直ね、ニューヨークタイムズで取り上げられることまではね、僕は予想してなかったですね。日本国内で炎上することはもう、僕も想定内だったし、 成田先生も想定内だったと思うんですよねでまあ、本気で心の底からね日本の高齢者みんな集団切腹しろって言ってるわけじゃなくてまあ、ずっと聞いてた人ならわかるんですけどこれも比喩で言ってたんですよねただね、やっぱりねこの発言このワードはねパワーワードすぎてやっぱりもう炎上はねもうしょうがないって僕は思いますよくまあ今まで炎上しないでこれ取り上げられないでいたなと よく切り取られなないいいでいたなっていう、まあ、そっちの方が不思議なぐらいなんですけど、まあ、これ比喩で言ってたんですけど、まあ、結局ねその、まあ、日本国内には路れの回っていないような、まあ、認知症が入ってるような高齢者がその社会の重要なポジションを占めてるっていうことがですね、まあ、どんな組織でもよくあるんですよね。でそれが当たたり前みたいなな空気になってて まあそういう人たちって普通に会社に面接に来たらもう即落とされるような人なのに、まあ、そういう方々が重要なポジションにいてで若い人たちはそういう人たちをなんか尊敬してるような空気になってしまってると、まあ、本来はそういう高齢者たちはもう即引退して若い人たちと世代交代してね、まあ、新陳代謝して、まあ、日本の経済をですねどん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 活性化していかないといけないっていうことをおっしゃってたんですよね。 なので、まあ、若い人たちもそういうろれのの待てない重要なポジションの高齢者をですね、まあ、尊敬するような形を取るんじゃなくて、まあ、冷ややかな目で見るようにした方が、まあ、その高齢者たちも居づらくなって引退してくれるだろうみたいなことを言ってたんだけど、まあ、こういうふうにですね普通に説明してもやっぱりその関心を、ね、引きつけるってことができないのであえてこの高齢者集団受けとかね集団切腹みたいなパワーワードを 使っってて、えー、皆さんんの関心をです、ね、寄せよようっていううといに言ってたと思うんですよだから比喩的に言っててむしろずっとこの発言してて炎上してなかったのが不思議なぐらいなんですよね。であのネット上の、ね、意見だと、まあ、先日ねアベマプライムで池戸万作さんと、えー、議論をしたんですよね日本の経済はなぜずっと停滞してるのかっていうテーマで。 でまあ、形上んか論破したみたいな形になったんですよ成田先生が池戸さんを。でそれで、まあ、和製 MMT 派の人とか和製 MMT 信者の人たちがその論破された腹いせに、まあ、ずっと発言してる、ね、高齢者集団自決っていうのを、まあ、切り取って。 これを表に出してこんなことを発言している人間をねあの許していいのかとかこういう人を番組に出していいのかみたいなことをで火をつけて炎上させたんじゃないかっていうふうにですねネット上で言われてるんですけれどまあそうですねまあでもこういう時は来るんだろうなって僕もですねみんなも思ってたと思うんですけれどで今回ねニューヨーク・タイムズだけじゃなくてですね イギリスのザ・テレグラフとかデイリー・ミラーとかあとドイツのデア・シュピーゲルっていうものでも取り上げられていてで結構バズってるらしいんですよねでかなり批判を浴びてるらしいんですよまあ結局アメリカにせよねイギリスにせよナチス・ドイツと直接戦っていた国であるしあとドイツなんかまさにナチス・ドイツのね当事者でもあるわけなのでまあ 高齢者集団自決っていうパワーワードはもう明らかに優勢思想につながるし、まあ、ナチスの思想につながるということでやっぱりこういうことに関してはですね本当に敏感なんですよね日本以上にだからまあかなり非難されてるんじゃないかなって思うんですよで成田先生自身も高齢者集団自決っていう発言をずっと使ってきたのはこれ炎上覚悟の上で 使ってたと思うんですよ、ね、でまああえて炎上するかしないかギリギリのところを攻めていってでまあゲーム感覚でやってたんじゃないかなって思うんですよでもしもこのワードが炎上して日本に居づらくなったらもう卒業するっていうことまで想定内でこのワード使ってたんじゃないかなって思うんですよ。もうその時はその時でもう日本に見切りつければいいやっていう感じでやってたんじゃないかなと思うんですよね。 はい、だけどさすがにニューヨーク・タイムズまで波及することまで想定してたんですかね成田先生って。僕もここまで行くとは思わなかったんですけれどでイェール大学の公式サイトでも、まあ、この発言は成田悠輔個人の見解であってイェール大学の,あの見解ではありませんよっていう言葉まで追加されてるわけですよ。 なのでイェール大学にももう居づらくなっちゃったんじゃないかなって思うのですごい心配ですよね。うんであとは日経テレ東大学が終了することとあと ABEMA プライムも成田先生卒業するんですよね。であとまあ成田先生地上波でもいくつか出てますよね。レギュラー番組もやってるし朝の情報番組とかあとはあれなんだっけ。 サン,ジャポサンジャポとかでも時々出てて見ててあの面白いなと思ってたんだけれどでもやっぱり成田先生ってネット番組だからここそ面白いいっていうところはあるんですよねやっぱりネット番組と地上波の番組ってコンプライアンスが違うくてやっぱりネットの方が自由に発言できるまあ本心でその過激な発言をできるっていうところがあるわけですよ。地上波のテレビでは 言えないこともネットでは言えるっていうところがあるんで、まあるんでですよねで、まあ、今後地上波どうなるか分かんないんですけれどあの僕が調べた限りでは分かんないんですけどもし知ってる方がねいたら教えてほしいんですけど成田先生自身も Twitter で「22世紀にお会いしましょう」ってツイートしてるんで22世紀ってもう僕も成田先生ももう死んでるぐらいの年 になってるわけですよね。だからこれってもう一生ね。出演することはありません。よっていうことを意味してるんじゃないかなって思ってね。だとすると本当に残念だなと思うんですよね。まあ、日経テレ東大学が終了するのは、その日経で、そもそもその問題視されてたみたいなんですよね。この youtube の番組自体がまあテレ東って。 が大株主なんですよ、ね、でその、ね、日経テ帝東大学っていう YouTube チャンネルで訴訟をたくさん抱えてるひろゆきさんを、ね、ずっと出演させてるってこととかあとまあ番組の中でなんか投資を誘導するような発言とかもあって、まあ、これはコンプライアンス的に問題なんじゃないかとかあとは えー、元日経記者の後藤さんという方ですね、まあ、この方が日経社内から問題視されてたみたいなんですけど、まあ、そういう人を出演させたいとかいろいろ問題があってで、まあ、高橋プロデューサーもテレ東を退社することになってこの番組自体が終了するっていうことで、まあ、これはまあ日経テレ東の,そのまあ社内闘争みたいなあと内紛みたいなこといろいろ複雑なことが絡んで まあこの番組終了っていうことであとまあアベマプライムもまあなんか一緒にあの成田先生卒業してでネット番組から卒業っていう流れになっちゃったんですけれどまあ本当残念ですねあの成田先生って本当に最近出てきた人なんだけど出てきた時からですねあこの人本当に頭がいいとよくて面白いなって、まあ、この人が日本国内で影響力持ってくれてですね あのそれによってねその発言によってね日本が変わってくれたらいいなってそれぐらいの期待を持ってたんですけれどあとはまあ本業は経済学者なんで今後はねその日本国内の経済の、ね、専門家の先生とねどんどん議論してくれてですねいろんな答えを出してほしいなといろんな発言してほしいなっていうのがあったんですよ。まあ、建築財政派の人とかあととかかあは高橋洋一先生とかさ あと常年司さんとかあとあ MMT の三橋先生とかねあの辺等を討論したりとかしたらね、まあ、すごく面白くなるだろうなって、まあ、それを期待してたところでねまあこの引退っていうことで本当残念だなって思います、はい、でまあ,あの今後ね成田先生どうなるか分かんないんですけどねもし新しい情報でとか今回僕が話してない情報とかね知ってる人がいたらコメント欄で教えてください。 はい、というのが僕の意見です。ご視聴ありがとうございました。